中国当局はアリババグループ傘下のアントグループの幹部を呼び出し、管理当局として指導を行ったと発表しました。アントグループは近く上海と香港で新規上場の予定で、史上最高の3兆6千億円を調達する見込みです。呼び出された中にはアリババ創業者のジャック・マーシも含まれていますが、マーシは先月、未来への責任感から発言するとして、 中国当局の金融政策を批判していました。